一番最近では上皇陛下がご従位される時の御事の湯ね、これは とっても重たい御事の湯なんでね、前にも何回か皆さんにご紹介したと思いますけども、改めてまたご紹介しますけども、上皇陛下は何ておっしゃったかと言いますとね、普通は御事の湯は宮内省の人だとか国会開催だとか、あれはもう全部政府の文章ですよね。天皇陛下が自らのその言葉で御事の湯を出されるということは、少なくても今はあまりというかないんですけど、この御事の湯は上皇陛下がご自身でね、作られて、でしかもそのご自身が国民に語りかけるようにビデオにして、放映されましたよね。で、まあ、全文ではないですけれども、まあ、ご紹介いたしますけれども、即位以来私は国事行為を行うとともに日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を日々模索しつつ過ごしてきました。伝統の継承者としてこれを守り続ける責任に深く思いをいたし、さらに日々新たになる日本と世界の中にあって、日本の皇室がいかに伝統を現代に生かし生き生きとして社会に内在し人々の期待に応えていくかを考えつつ今日に至っています。ここは、本当ね、とても大事なところでありまして、今政府の考えとしては天皇陛下のお仕事は国事行為を行うこと、いわゆるその国会の開催宣言とかああやつですね、オリンピックがどうしたとか国体がどうしたとかやつね、そして、祭祀とか、それから被災地にお見舞いに行くとかは、まあ、被災地でもその国がセットしたやつは一応国事行為になっているようですけども、上皇陛下は東日本大震災の時にたびたび福島へ行かれましたね。2回目以降は全部私事で行ってるんですね。休暇を取られて自費で行ってるんですよね。それからその宮中の祭祀お祭り事ですね、これも私事扱いなんですね。勝手にやってますと、政府とは関係ありませんと、天皇陛下が勝手にやっていることであって、という立場を取っているわけですね。今の政府はね、天皇はこの国事行為をなすというお立場であるというふうに解釈してるんだけども、上皇陛下は完全にそれをここの御事の湯で変えられましたね。日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方というのはこの国事行為以外にあるという言い回しですよね。でしょ、国事行為を行うとともにということはそれとはまた別にということですよね。日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方で、それは望ましい在り方っていうのは伝統の継承者としてこれを守り続ける責任で、日本の皇室がいかに伝統を現代に生かしていくか、こういうことが上皇陛下が考えている象徴と位置づけられた天皇のお仕事というふうに認識されているわけですよ。国事行為とは別にですね。そしてここから先はずっとこのことだけを書かれますね。つまり国事行為はさておいてと。で、私が天皇の位についてからほぼ28年、この間私は我が国における多くの喜びの時、また悲しみの時を人々と共に過ごしてきました。私はこれまで天皇の務めとして何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えてきましたが、
同時にことにあたっては時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えてきました。この最後のところは知を示すということですよね。天津神様から、豊橋原の中祖国に行けと言われた時の 命令は知を示せというその使命ですよね。知を示せと、つまりそれがこの上皇陛下が今の人たちも分かりやすいような言葉にしてここにおっしゃってるわけですね。時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うこと、これが知を示す天皇様のお務めですよね。国民の心の内、国民の生活の実態を知るという、これが天皇の天津神様から言われた、まあ、唯一の使命ですよね。それをここでこのようにしておっしゃってます。そしてその祭司としてね、その国民の思い、国民の願いというものを祈るということですね。これ漠然と国民の安寧と幸せを祈るんじゃないんですよ。いわゆるその宗教と違うのはここですね。宗教のその神職さんっていうか、まあ牧師さんとか経典に書かれていたことを祈るわけですよね。日本の天皇さんちゃうんですよ。国民の思いを祈るんですよ。なんか教義を祈るんじゃないんですよ。だから国民の安寧と幸せを祈るというのは、なんかその決まり事があってそれを祈ってるんじゃなくて、毎日毎日その日その時の国民の思いを祈ることが、この国民の安寧と幸せを祈ることになるわけだ。だから祝詞は自ら皆さん、神職さんもそうですけども、毎回毎回祝詞をあげるたんびに書かれるわけですよね。怠けてる人は定期でやるかもしれないけども、普通はちゃんと1回ずつ決まり文句はありますけど、内容はそのようにするわけだ。で、天皇陛下は知を示して何をするかというと、国民の気持ちとありその生活ぶりを知って何をするかというと、それを神々に祈るわけだね。で、これがその天皇陛下がとても大切なことと考えてきましたと改めておっしゃってるわけですよね。で、天皇が象徴であるとともに国民統合の象徴としての役割を果たすためには、天皇が国民に天皇という象徴の立場への理解を求めるとともに、天皇もまた自らのありようについて深く心し、国民に対する理解を含め、知を示しですね、常に国民と共にある自覚を自らのうちに育てる必要を感じてきました。こうした意味において、日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅も、私は天皇の象徴的行為として大切なものと感じてきました。皇太子の時代も含め、これまで私が今後と共に行ってきたほぼ全国に及ぶ旅は、国内のどこにおいてもその地域を愛し、その共同体を地道に支える市政の 人々のあることを私に認識させ、私がこの認識を持って天皇としての大切な国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々への深い信頼と敬愛を持って成し得たことは幸せなことでした。さらに具体的にここで知を示す天皇の在り方を書いてますね。で、この知を示す国民の気持ちを知るというのは、今の個人主義的な個人の思いをということじゃないんですよ。ここに書いてあるように、国内のどこにおいてもその地域を愛し、その共同体を地道に支える市政の人々の心を知るということですね。個人の都合であれもしたいこれもしたいとかいう、そういう話じゃないですね。
お伊勢さんとか行った時に個人 の, 祈りをするなっていうふうに言われた人もいるかと思いますけども、別にお伊勢さんだけじゃなくて普通神社ではですね、お金持ちになれますようにとか、そういう話はないんですよね。受験勉強に合格するようにっていう、そういうことしちゃダメだと怒られたと思うんですよね。仮に受験勉強で合格することを祈るんだったらば、合格し私は世の中のために、役立つ人間になりたいと思いますぐらい言ってから祈れと、そういうことですよね。だからやはりその地域を愛しその共同体を地道に支えるということは、小さな共同体ではあってもその共同体を一生懸命支えていこう、それを 守っていこうという、そうやって苦労されている方たちの思いを知るということが、とてもその天皇陛下にとってですね、大切なお務めであるというふうに認識したというふうにおっしゃってるわけですよね。それぞれの地域で、それぞれの共同体である小さな家を守っている人たちがこうやって頑張って いらっしゃるんだと。だから私はそれをまたね、ちゃんと認識して、そういう全国の家共同体が末永く発展するように祈ろうということですよね。で、それはこの現在の憲法にある天皇の象徴的行為というのがそれだというふうに上皇陛下はおっしゃったわけだ。これはとてもとても大事なことなわけです。これを政府否定してないですよね。ということは、今の憲法の象徴天皇という表現ぶりはこの時からですよ。この上皇陛下の御言のりの時から伝統的天皇のありように変わったということなんですよ。政府が否定しないんだから。でしょ？変わったんですよ、これ。ね、現憲法で全く違う思いで多分書いたんでしょう。これ今の憲法を草案した方はね、外国の方だと思うんですけど。でも、上皇陛下はこの時点で象徴的行為というのはこういうことだというふうに私は考えていますとおっしゃって、それを政府が、いやちょっと天皇 の, あれは間違ってましたって言ってないということは認めたということで、ですか、これ結構大きい話なんです。今までは国事行為、政府が決めたことだけ淡々とやってもらえばいいですよと、天皇陛下は、ね、こういうことは私のこととして適当にやっておいてくださいと。で、昭和天皇の時にいっぱいこういう祭り事とか削られたわけですね。天皇の祭りがめちゃくちゃ削られたわけですよね。忙しいそうだ、天皇陛下がその病気になったりなんかするたびに大変だから、宮中のお祭りが簡略化されていくわけですよね。でも上皇陛下はそれを知って、やはりこういうこのようなお言葉を言われたと思います。そして最後にね、憲法の下典は国政に関する機能を有しませんとおっしゃってるところにも含みが当然あるわけですよね。国民の皆さんはそれをどう思われますかというような含みは当然ここにあると思いますね。でもこれからも皇室がどのような時にも国民と共にあり、相携えてこの国の未来を築いていけるようにと、国民にわざと政府のを飛ばして、ね、政府を飛ばして国民に直接語りかけたということにどういうそのお含みを持たせていたかということを国民に考えてください。で、私もだからこの国内のどこにおいてもその地域を愛し、その共同体を地道に支える市政の人々のあることを私に認識させるというこの言葉を聞いて、あ、これはいかんと、自分もそうあらねばと思って熊野へ引っ越したわけです。